はまあ去年と一緒で、1万発の花火が上がると、新聞に書いてました。まあね、年々しょぼいなと思ってたんですけども、まあやっぱり PL は PL かなっていう感じがしますね。あれ、もう入らないのこれ。できました。ただひたすら歩く。ああ、ゴルフ場が見えてきましたね。会場に着きましたよ。結構な人やな。まあ、ここでビールでもここで飲みますか。すごいね。いいところだ。いい、いいことやな。
かった、すごかった、最後はすごかったね。みんな納得して帰ってますね。帰りの車でいっぱいです。危ないですね。また帰省中ですけども、やっぱり帰りたい車は。はい、ということで、今花火終わって、車駐車場まで帰ってきました。まあ暑い、すごい人だけど、今日の花火は良かったね。最後ね、もうここで終わりって言った時にはみんながね、イエーって言ったんですけどね、その後でね、5分ほど上がったんだ。まあ昔、そうですね、本当に大昔の家の花火と一緒ぐらいありましたね。まあ、GoPro 今回4K の60コマで撮影しましたけども、もうカメラが熱くて触れないぐらいになって、まあ電池はまあ1本消費切って、まあ1本半を使ったぐらいですかね。まあ今からまた充電しようかなと思います。まず絶対ビール飲んで、これがね冷蔵庫。編集してどんな感じで撮れてるかちょっと見てまた報告します。まあね、表は車が大渋滞ですけどね、中で作り食べるのが最高ですわ。これはね、夢にまで見てたことが、還暦60歳、もうすぐ62ですけど、やっと叶ったというね。まあ人間ずっと思いを持ってたら夢は叶うということでね、まあ頑張ってよかったかなと思います。浜田がもうちょっと頑張らないかと、まあそういうことですわ。これ